い、どうもピョッキングです。今日も登録コースト一発マリオやっていきますか。で、今日の登録コースレックザホールスということで、会場を破壊するということでしょうか。で、実は前回と前々回の動画、配信者らしからぬ同じコースを選んでしまってました。なんで今日は謝罪の意味も込めて鬼畜なトロールコースを選んできました。このコースをきっちりとクリアして、みんなから許しを請おうという僕の作戦ですね。何言ってんだろうね。ただ僕は一つだけ言いたい。別にいいじゃんか、あんなミスぐらいしたって。頑張って僕編集したんだよ。長いことマリメのトロールコースだけを実況してたらそんなこともあるって。だからさ、許すとか許せないとかそんなんやめようよね。はよやらかどうでもいいんだよ、自分の事情なんてよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.61%。 そんでコメントでさ、ピオキングっていう可愛いアイコンと名前に惹かれて再生してみたら、とんでもない声が聞こえてきた。じゃあどんな声だったらあのアイコンっぽいの、それ教えてほしいぐらいだね。ピヨピヨ言ってればいいのかな。あ、うわ、天球が来たピヨ。開幕サカーナピヨー。開幕サカーナピヨはやめてやろ。自分でつぼっちゃってる。さあ、ここは亀の甲羅は一旦踏んで、僕は何もしない。そうしたらどうなる。いや、別のコメントでもさ、自分で言ったことに対して自分でつぼるのはやめてもらっていいですかって言われたんだけど、しょうがないじゃん。よくある話だと思うよ。特にさ、僕ってほら面白いじゃん。真面目にやろ。こんなクソつまんねえ雑談なんか誰も求めてないんだよ。という自分で自分を蔑みながら行く。もうそういうのやめてよ、ここ狭いんだからさ。上等じゃねえか、やってやるぜ、この顔面うなぎパイが。制作者よ、そんなものか。僕はまだ全然物足りないぞ。他にありませんね。あれ、こっから先どうやって行けばいいんだろう。ここでキノコを取るでしょ。で、この下にさ、なんか隙間があるんだよね。だから一回当たってこの下に行くっていう感じなんだろうけど、どうやって当たるかだよね。多分だけど右にノコノコが出てきたじゃん。あのノコノコが怪しいと思うんだよね。なんでここで叩いて甲羅状態にして蹴ってすぐ下に行く。これで被弾して右下に行けるっていうことなんじゃないかな。頭良すぎる、頭良すぎよチャンネルへようこそ。あれ？何急ここ。え？いや、でも右下にチェックポイントあるよね。一旦右のツララ落としてみようか。そしたら、あ、これでチェックポイント取れるんじゃない。そして下に行けばいいと。あー、なるほどね。あのツララを落としてから早く下に行かなきゃいけないのか。いや、これなかなか面白い新耐久だよ。上等じゃねえか、こういうの僕求めてました。次こそ行ってみせるからね。さあ、ここできっちり降りよう。はい、で、ここでジャンプ、ジャンプ、うまでやる。いや、面白い新体験求めてたよ。いや、一旦こうやってね、レールに乗ったらね、もう時間がないから行けないと思う。次こそ行く。ここできっちり降りよう。レールに乗ったらダメだよ。そしてここでジャンプ。いや、違うんだって。次こそ絶対に行ってみせるから。こんなところに時間なんてかけてられるか。いや、僕はノーカットで行きたいんだ、ここは。いやー、なんでよ。今絶対行ったと思った。行けてもよかったよね、今の。もうやめて。頼むから。うわー、もうほんとぶつけん、これ。マジで集中していい。僕マジで今から集中したいと思います。よし。どうもご視聴ありがとうございました。まあまあまあ、チェックポイント無事取れてるからね。こっから左、魚すぐ左に行こう。そしてさっき砲台からブラパが出てきたでしょ。今度は違うものだと思うよ。完全にやられたね。絶対アイテムが出てくると思った。つららがあるからさ。じゃあここは右に行け。右に行けないじゃねえか。レールがあるよ、あそこに。うまいこと本当にバナを設置してんな。じゃあ次はもう右ダッシュしていいんじゃない。常に右ダッシュしていこうか。そしたら先に進めるみたいだ。そして50コイン信用していいのか。さっきから邪魔なんだよ。次こそ絶対に50コインの方に行ってみせる。ただ左のコインも少し怪しいな。あのコイン取ってみるか。なんもないのか。意味ありげなところに設置しやがって。頼む、50コイン。え、
今日50個石用していい日なんじゃないの？このハテナは？だか絶対この上なんかねあると思うんだよね。隠しブロックがこの枠の中、一番上叩いてみる。ここが怪しい。うえザラザラザラ、ジリジリジリ、ズルズルズル、ゼレゼレゼレ、ゾロゾゾ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 ゾタウン。なんか今右ダッシュしたら右の方に連れて行かれたんだよね。そしてここ下か真ん中どっちかが正解なんだろ。絶対に真ん中叩いてみるか。はいダメ、一番下だ。絶対にここに何かある。はいそうだ、ここ一個ぐらいあってもよくない？3つ叩いたんだよ僕。じゃあここ上に行けっていうことか。あ、なんかリンク取れた。いや全然余裕だね。こんなギミック、僕は反射神経めちゃくちゃいいよ。どうも反射神経系 YouTuber です。じゃあここは土管に入っていくしかないんで、こっちの土管これで合ってるでしょ。そして USA を取ってオンオフをして、あのツタに捕まるで合ってんのか。本当に捕まってみるか。絶対違う、こっちはやっぱりね身体級だと思った。なんか怪しいと思ってたもん。あのドアさん、この身体級はどうすればいいんだろう。雲に乗って右上のドクロリフトのところまで行けっていう感じ。なめるな身体級名人よ。次で行く、見てて、絶対次で行く。これはフラグじゃないからな。よっしゃ、これはフラグにしないように勝ちていこう。ここだー、これやシミ体験で血を食べるな。オンオフをして一体何、ここでジャンプすればいいってことかな。そして左に行けばあのピンクコインが取れて、オンオフした瞬間すぐ上に行ってんの。ほんの上に行ってそうなると思ってた。あまたここか。いやでも次は一発でクリアする。見てて、何もしないでいいのかな。ちょっと何もしないでおこうか。わかるかそんなの。じゃあ楽天はな、なんか用意してきやがって。ここは上を出発する。そうしたらツタンチコ、おかしい。でもそこは引っかかれ。なあビオキングよ、今ドアに入ってたら面白かったんじゃないのか。さあ今ね窓辺になんかおばちゃんがね僕を見てるんですけど、うるさいねって思ってるんですかね。このだけか。やべえマジで近所のおばちゃんがさ窓から見ててがっつり目が合っちゃったんだけど、通報されないかな。ていうか中間ポイントくれないの。ここそろそろ僕中間ポイント欲しいよ。ここは何もしない。あーどっちだ、下に行けばいいのか、この土管に入ればいいのか。うーん土管に入ってみるか。よっしゃこっちの土管を信用してみよう。たなんか違うっぽいぞこっち。マジかよ、また知りたいけ。この待てよ、なんで行けと。うわーむずけー、これこれは絶対むずけよ。いや待ってよ、もう通報されちゃうって。こんなコース知れたらさ、うるさいって言われてさ、もういいや、もうここ飛ばしていいですか。もう何回も身体験しながらさトークする自信がないよ。てかどこ行けばいいのこれ。なんか右上なんかいた、ちゃんとやられる敵いた。うりゃあとちょっとなんだけどな。え、あのバネに乗って右上に綺麗に行ける。ほっ、いやちょっと待って、まずカットしていこう。ここ集中モード、なんかおかしいな。やった来た、ここで右上に行けばいいのね。そしてこっからバネに当たらないようにどんどん上に行けっていうことか。いやここは難しいんじゃないの。でも僕にとってはそんなの余裕っていうことさ。そして綺麗にブラパに当たるとなかなか難しいことをさせてくれるな。はい真ん中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 、はい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 、よっしゃ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、いやチェックポイント欲しいよ本当に。え、まだなの？全然だが、こっちでいいのね。今度は下でいいでしょ。そして次はこっち、なんかそんな感じはしてたな。なあこっちのドカンじゃないってことでしょ。この音楽が流れてるのはまた知り耐久か。これはもう音楽が嫌いになりそうだぞ。あでもこれ僕結構得意かもしんない。あこれはいいよ。あこっちだけは僕結構簡単だね。さあここでチョロップに当たって隠しブロックありそうだな。ここないでくれてやー。
いや、本当にあるとは思わなかった。もうだってさ、何個も地理体験あるじゃん、このコース。もう鬼畜すぎでしょ。そして、このチロップはやられないじゃん。これどうすればいいの？どっかに行けと、ここでもここはね、そんなに難しくないから、僕にとってはぬるま湯ベイベイだね。さあ、次でしっかりと行きたいと思います。シャーうるさいもうすぐ上にジャンプしていけっていうことだったよね。そしてここ、なんかあると思ってた。え、左は？左は何も、なんかあるね。ああ、なるほどね。大概に成功。だがこんなのへっちゃらさ、僕にとっては栄養剤でしかないね。じゃあここは一番左してジャンプしてすぐ右に行く。無機物。この場所でかわせっていうことかな。一旦それで試してみようか。ここで無機物。皆さんもう安心するやつ。ここは鉄球を出す後にブラパを出す。それでこのブラパ防げると、そういうことですね。そしてこっからオンオフをして右に行けばどっかに戻れる。さあ、そろそろ中間ポイント欲しいよ。頼む。まだ中間ポイントくれないの？ここまで戻ってくるのにどんだけ苦労すると思ってんの。頼むって。もここ上を進歩したらやっていけないよな。もうまたここ、え、もう一個なんかあんじゃん、土管が。あ、でもなかなか上手くなってきてるよ。もう疲れた僕マジで疲れた。ここは上を進歩すんなってことでしょ。何もしない。そしたらオッケー。待って、これ何もしなかったらダメなんじゃないの？なあ、この赤い、あ、入れない。え、ということは、あー、よかった、死にたいかと思った。なんで喜んでんの？今思った。右上の赤い土管があるじゃん。あそこが絶対に死に耐久だよ。あそこに行かないようにしよう。で、ここは、うわ、どうしようか。もう右ダッシュしてみる。このとんがりコーンが落ち着こう。ここは冷静に行けば対処できるはずだ。一旦この場所で右にクリボーを落とす。あ、モグラだったのか。てっきりクリボーと思ってこのとんがりコーンがって言ってしまったよ。ここは右を進化する。それが正解なんじゃない？めげるもんか。ここは何もしない。そしてここでジャンプすればいい。そしてくっそ、こっち出た。やっぱそうだよね。一発でクリアしよう。そういうかっこいいところみんなに見せようか。うわすぎる。さあ、ここで上にジャンプして、これ一発でクリアしたらマジでうまいと思わない？ここだ。ここが終われば中間ポイントなんだ。頑張れ自分。どうだったっけ、ここ。左に逃げればよかったっけ。そして、え、いつ土管に入るんだろう。これ降りるときでいいのかな。このドクロリフトに乗って降りるとき右。え、あ、なんか変なとこ連れて行かれたけど。あ、いや、でもこっちで合ってんじゃない。で、この土管に戻ればいいみたいだ。あー、なるほどね。そしたら中間ポイント頼む。いや、このオンオン怖えな。ジャブして左。え、これでもうゴール近いんじゃないの？いや、まだあんのか。まあまあ、でも中間ポイントはでかいね。なんだよ、まあ、これでも食らっとけ。そしたらここはファイヤーフラワーの裏なんかあるね。え、なにあれ。え、なんかあるね。あ、雲か。あ、上に行くか下に行くかだけど、もう下に行くしかないよね。下に行って溶かす。え、順調すぎてないね。じゃあリンクのまま行けってことだったんだけど、このリンクのままどうやってあそこ渡るかだよね。あ、この左上の方から行けばいいのか。じゃあここで左上の方が空いてたからさ、その左上の方に行けばいいんじゃない。あ、行けんね。え、じゃあどうやって行くんだろう。この上にあるみたいな、実は。うわ、ここも隠しブロックだから無理だよね。あ、オンオフしなかったらいいのか。ここで何もしなかったら上から行けるっていう感じでしょ。そしてこの雲の上にファイヤーをやって、こっから下に行けば先に進めると。いや、マジでゴールが恋しい。こんなにゴールが恋しいと思ったトロールコースは久しぶりだね。次はファイヤーフラワーがいるっていうことで。なんだなこのコースは。こんなに人をこけりしたコース作りやがって。ふざけるなよ。上等じゃねえか。僕がどれだけ鬼畜なトロールコースを今までクリアしてきたと思ってんの。このコースをクリアした暁には全国制覇狙ってやるぜ。まずは北の地だね。この扉が北の地だよ。 USA 記録になるだね。そしてこのハテナブロックを叩く。そしてオンオフが変わって、このバレを待ってブラパを押しのける。そしてこのブラパの場所に行けば止められちゃった。このバレ持って戻ればいいのかな、このドアに。そしたら先に進めるみたいな。
あーなるほどね、これでリンクになって左の方に進めるっていうことか。あ、これはわかんない。さあこっからまたピンコインがあるけど、あとピンコイン6個ぐらいない？え、これめちゃめちゃ長いよ。天国は近かったね。じゃああのコインを取った瞬間すぐ右に逃げる、これが正解だよきっと。そしてこのハテナを叩く、そしたらグリャーやべえ見たかよ制作者、これが僕の反射神経。すいませんでした。じゃあここはピンコインだけ回収して、あのデカキノコは無視していい、そしてこの先に進めばいいっていうことでしょう。さあ行きましょう。リュウト、オープンで左は行かないでよかった。デカキノコいるって感じで、デカキノコでこの左に行くと、じゃあこっちは何、もしかして死に耐久だ。上に行ってここで落とされて、あのデカキノコを持ってこいっていうことだったんだね。いやこれはいい仕掛けだね。参った参った、だからもうゴールさせてくんないかな制作者さん。甘えてもダメか、早く来てよリフト。そして上に行って、中間ポイントは取らせてくんねえが、あと3つもあるんだから。あーやめろって魚だ。ここか、ここで魚出てきたとか。魚で気をつけながら行こう。次はどっちだ、また出てくるんじゃないのか。ケモいない感じだね。さあ扉に入って、中間ポイントは、あ取らせてくんないね。あと2個オンオフして上に戻ればいいのかな。頼む、もう2個あっていいよ。中間ポイントをしなきゃやめてね今日。これ上どっち、もう右下行くか。ダメっぽいな、なんか。いやでもピンコインがあるってことは、ここをクリアしたら多分先に進めるっていうことなんじゃない。上のリートがすげえ怪しいけどね、左上で。ここで上に行って、どっち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 、あやられないんだここ。あー優しい設計だ。じゃあちょっとここあれだったらカットするわ。右、オッケー、来た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 。そしてここで左、あーなんかいけない。なんだったんだ今までのピンコインはよ。いいやもう疲れたわ。どうせここ、あもしかしてここクリアしたらワンチャン、あれあのクリアさせてくれるパターンかもしんない。いや全然、うまい、うまい、うまい、うますぎ、うますぎ。そしてここでジャンプ、はい、いやこれでゴールでしょ。いや待って、まだワンチャンあるよ。こっからこの扉に入ればゴールに直結することがあるかもしれない。あーやっと戻ってきたねこの場所で。ここで右ダッシュすればゴールできるっていうことでしょ。頼むゴールさせてよ本当に。いやあ本当に鬼畜だったねこのコース。もうこの後の一発回りをやめようかなって思ってるぐらい本当に難しかったですね。少しでも頑張ったなこいつって思ってくれたら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発回りを、あということで説明文もですね、あ適当だなこのコースメイト説明文。アバターはもう意外とやる気ない顔してるし、名前はネアルコロハイペリオって、なんかセンスあるやんか。そこだけ力入れたんだね。まあサムネを見る感じで2つ土管があるだけなんだけど、意外とクリア率が低いのよこのコース。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.75%。 まあゴール条件があったんだけど、コインを全て取ってからゴールか。っていうことは土管からコインが出てくるんじゃない？そのコインを取っていけばいいだけみたいな。あ、タイム300秒ある。え、全然余裕じゃんこんなの。え、なんでクリア率が 1.7% ぐらいしかないんだろうね。あら？あ、もう出ないの？え、60枚しか出ないとかそんな感じ。あ、全てって書いてなかった今。っていうことは1枚も取り逃すなってこと？え、それめっちゃむずくないかな。この1枚も取り逃さない。いや違うんだって、結構むずけよこれ。1枚も取り逃すなってほら、もう1枚落ちたじゃん。もう2枚落ちたでしょ。もうダメっていうことでしょ。あでも意外と取れるもんだね。そして次、あー残り2枚か。これはなかなかシビアだね。まあ、最初1枚も取り逃さないこと、そしてその後、うわ無理これ、もう2枚取り逃してるじゃんね。あ
今なかなかいい取り方してなかった？ああなるほどね。これ一個さ土管にひっついてたらこっち側出ないじゃん。でその間に右の方を出して上から全部取るみたいな、それを左右交互に繰り返してったら簡単にクリアできるんじゃないかな。さあ攻略法が見えてきました。この最初が一番大事だね。そして次取る、で次右取る、そして次左取る、で右取る。もう余裕だね。次でクリアしてみせるから安心して見てて。こんな簡単な一発もあるよ。じゃん僕は発狂したりないぞ。さあここで一回左取る、そして右取る、左取る、右を取る、左を取る、右を取る、そしてゴール。いやこれは面白いアイディアだね。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。